プロジェクトプレゼンツ、アイリの MGP ログ。この番組は私たちミステリーガールズプロジェクトの普段の活動やメンバーのプライベートをご紹介する番組です。ということで始まりました、アイリの MGP ログ、通称 M ログです。いやー、未だに緊張しております。この M ログの裏話だったりとかお話できたらいいなと思うので、ぜひぜひツイッターの方とかにもね、覗きに来てもらえれば、あの裏話とかお話できるんじゃないかなと思うので見てください。ということでコーナーへゴー。ミステリーを解き明かせ。このコーナーではゲストの方に来ていただき、トークや質問を通してゲストのミステリーな部分を暴いていこうと思います。今回はこちらのメンバーに来ていただいてます。どうぞ。皆さんこんにちは、 MGP のアクター担当ののぞみです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す。のぞみのことをリスナーの方に知っていただくために質問を用意しました。はい、はい、テンポよく答えていただければと思います。はい、一問一答スタート、うん、出身地は奄美大島です。学生時代の部活は吹奏楽、ソフトテニス、バスケ。自分の性格をどう思う？良くも悪くもザ・マイペース。自慢できるところは地図めっちゃ強い。アイリを漢字一言で表すと、漢字一言で表すと笑うですかね。リスナーの方へメッセージをどうぞ。私とアイリさん結構真逆なキャラクタータイプだと思うんですけど、まあ、同じアクター担当なんですけどね、うんうん、まあ、私意外とこう思ってるのかわからないみたいな、うんうんうん、まあ、ポーカーフェイスのところがいろいろあると思うんですけど、実は内心めちゃくちゃ揺れ動いてるということで、多分こうなのかなみたいな、察してみてください。お願いします。ええ声で言ったね。ええ声で言ったね。はい、ということでですね、気になった質問を掘り下げていこうと思います。はい、はい、出身地が奄美大島。奄美大島。奄美大島ってどこにあるの？ちょうど鹿児島と沖縄の真ん中ぐらいの位置にあって、あ、そうなんだね。そうなんですよ。なんで沖縄ってよく言われるんですけど、うんうんうん、鹿児島です。そうなんだ、うん、実家に帰るってなった時は鹿児島に一旦行ってから船で帰る感じ？いや、今はもうこっちから直行便出てるんで、うんうん、一本で帰れます。そうなんだ。そうですよ、奄美すぐ行けますよ皆さん。飛行機？飛行機で、飛行機一本ですぐ遊びに行きますよ皆さん。遊びに来てください。行ってみようかな。マジ何ある奄美大島って。海。でもありますよちゃんと、うんうんうん、なんかハートロックっていうやつがあって、うん、引き潮の時だけ、うんうんうん、岩の形がハート型に開いてる海みたいながあって、そこを写真スポットで有名ですね。そうなんだ。で、学生時代の部活がなんかいっぱい言ってたな、はいはい、吹奏楽部と、うんうん、ソフトテニス部と、うんうん、バスケ部です。運動だね。そうなんですね。吹奏楽もあれだよね、意外ときつい。なんか文化部と言われつつ実は運動部なんじゃないか説がある。よく言われますよね。すごいね、うん、体力めっちゃあるんじゃない？体力だけはある。確かに。体力だけはあります。確かに。なんか一回学校イベントで、うんうん、持久走みたいなやつがやっぱ冬になるとあるじゃないですか、うん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 、23キロ走るんですよ、うちの学校。23キロ。23キロ、もうハーフマラソンぐらい。23キロ、はい。でしかもその間に1回山越えるみたいな。1個山越えて下ったところがちょうど折り返し地点で、今やっとの思いで越えてきた山をもう1回越えて帰っていくみたいな。やっぱそれは奄美の。奄美の。わお。それがあるんですよ、みんなが大嫌いなイベント。すごいね。めっちゃ頑張りましたよ。もう歩いてやろうかってどっちも思いましたもん。ここで1曲お聴きいただきたいと思います。のぞみさん、逆振りお願いします。はい、ミステリーガールズプロジェクトのニューアルバム、ネメシス誘欲の女神からレイニーフラワーです。
はどんな感じで進めていったんですか？作詞はなんか私、まあ、ちょうどねこうレイニーフラワーって雨の花じゃないですか、うん、私アジサイをイメージして書いた曲なのね、うん、でなんかちょうどまあ梅雨の時期だったっていうのもあって、あの最初のピアノの入りのところがすごくあのしっとりしてて、こうなんかその梅雨の感じとちょうどマッチしてたんだよね。そうだからなんかそこを聞きながら、梅雨の季節だな、アジサイの気持ちになろうって思ってアジサイの気持ちを書いたの。難しいんだよね、なんか表現言葉に表すってなんて難しいですよね。難しいんだよ、まあ、あの歌詞見てくださいはい、歌詞見てください。あのアジサイの曲だなと思って聞いていただければ幸いでございます、はい、違う聞こえ方にもしかしたらなるかもしれないね。そうなるかもしれないねはい、のぞみが歌ってくれてる B メロになるのかな、 B メロですね、モノクロのようなところなんですけど、うん、あそこをね琴音がねよくモノマネするんですよ。すっごいマネしますよね。リスナーさんの、ね、方にはね伝わらないこのモノマネの感じだと思うんですけどすごい、あの機会があったらマジで聞かせてあげたいと思うぐらい似てるんよ急にやり始めますからねあの人。そう、しかも結構な大音量で のぞみのモノマネしだすからこっちガン見しながらやってきますからね。そう、めっちゃ見てるよねいじっていじってっていう顔でのぞみのモノマネするんですよね。ぜひ機会があったら聞いてもらいたいね。そうです ねショールームとかやってますから ね、 あ、 ね、そうだね、振っていただければやるんじゃないですかねちょっと今度振ってみましょうか振りますかということで今日はのぞみのお話をいっぱい聞けたんじゃないかなって思います。そうですよね、いっぱいお話できたと思うよ今日。確かに、うん、普段と比べてさあ始まる前にマジで3倍くらいテンション上げてねって言ったので、その回やってのぞみちゃんいっぱい喋ってくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、改めまして今日はミステリーガールズプロジェクトのメンバーのぞみに来ていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そろそろエンディングのお時間です。のぞみがね思ったより喋ってくれたのですごく話しやすかったこれね、あの本当にあのマジでリスナーさんには伝わらないと思うんだけど、のぞみマジで普段喋らないのあマジであの本当にこの収録どうなるかってマジでハラハラドキドキしてたんだけど、あの結構喋ってくれたから本当にあの喋りやすくてよかったかなって思います。どうでしたか皆さん、ぜひ感想とか教えてもらいたいな。あの感想とか書いてもらえるメールアドレスをツイッターの方に載せておくので、そちらにぜひぜひあの M ログの感想を書いて送っていただければ、あと質問とかねメンバーに聞きたいこととかあったら全然あの送ってくれれば私からミステリーのメンバーに聞くので、ぜひぜひどしどし送ってください。よろしくお願いいたします。ここでお知らせです。私たちミステリーガールズプロジェクトのニューアルバムネメシス有欲の女神が CD 版とダウンロード版でリリースされています。 CD 版をお求めの方はターゲットレーベル直販サイトのターゲット E ショップにて、ダウンロード版は各配信サイトにてご購入いただけます。詳しくはミステリーガールズプロジェクトの公式サイト www.target-end.jp/mgp に載っているので、そちらをご覧ください。そしてなんと9月24日土曜日に高円寺ハイにてアルバムリリース記念ライブを行います。イエーイ。17時会場の18時開演です。チケットのご購入は公式サイトと公式ツイッターミステリーガールズプロジェクトとツイッターで検索していただければ出てきます。そちらにチケットサイトのリンクがあるので、そちらからよろしくお願いいたします。ツイッターの他にもインスタグラムや TikTok、 ブログやショールームもやっているので、いいねやフォローよろしくお願いいたします。そろそろお別れのお時間です。また次回お会いしましょう。ミステリーガールズプロジェクトのアイリでした。おつわりー。